それでは参りましょう。鬼が来たりて花と舞う。和の国に古より鬼なるものありて、左派に蛍火の輝く神及び砂漠せいなす悪しき神あり、またことごとくによく物言うことあり、この者ども異形にて時に人里を襲い金品を奪い人をも喰らうといい、暴力にて時に人々を救い正しきへ導くという、善と悪は表裏一体にてその実等しく、神と鬼もまた同じ、人々は尊心を持ちつつも鬼は恐怖の対象であり抗うことのできない強大な存在であった。人間どもよ、お前たちを魂ごと食ってやろうか。なんて嘘嘘、そんなことないない、人間なんか食べないし。レディースジェントルマン、オーライジェントルマン、ウェブマンのショータイム。This program brought to you by 花グミ。私鬼です、人を食べるとか言われるんですけど、そんなわけないです。好きな食べ物はタピオカとから揚げ、甘いものなら何でもです。嫌いな食べ物はあんまりないけど、お豆がちょっぴり苦手です。やりたいこと僕にないし、未来のことって言われても来年ってだけで笑えるし、超ウケる。髪は電話くるくるで八重は少し長いけど、それさえ私のチャームポイント、可愛くなりたいお年頃。説明しよう。よさこい歌劇団花組とは、なんとして結成されたよさこいチームである。独自の世界観を歌と踊りでご覧の皆様にお届けするため、今日のパフォーマンスに汗を流す。しかしコロナ禍により閉ざされた2年半の年月はメンバーのスタミナを削り取っていった。それでもなお踊りたい、笑顔を届けたいという思いは消えない。さあ今こそ立ち上がれ、そして踊るのだ。ついに迎えた夢の舞台で情熱の花を咲かせるのだ。急げ花組、今始まるぞ。いつでも悪役も避けられない、本当はみんな結構いいやつ。鬼ヶ島生まれてゆとり育ちで、アフロの奴らは大体友達。後手とかから電気は出ません、雷じゃなくて鬼なんで、間違えやすいし気をつけて。将来のことも考えて、ママやパパが言うけれど、やりたいこと特にないし、未来のことって言われても来年でだけで笑えるし、そう受ける。髪は電波くるくるで八重は少し長いけど、これって私のチャームポイント、あいつに可愛く見られたい。つけまつけてカラコンで、髪も縦にカールして、可愛く仕上げて、あいつもいつ頃いつかはなるのだ鬼嫁に。人笑顔に感謝を込めてありがとうございました。ありがとうございました。花組の皆さんでした。続きまして